はい、皆さんこんにちは。どうもひぐもんです。もうすぐですね、カズ選手が到着するということで、密着インタビューをしていきたいと思います。カズ選手、ちょっとだけね。今度は6月3日に日曜日と5月27日に日曜日試合があるということなんですけど、じゃあ意気込みを。まあ今聞いちゃったからね、6月3日あるの試合が。はい、そう、あるそうなんですけど。ああ、対戦相手決まってんの？いや、まだこちらに情報は来ておりません。ああ、本当。まあ決まり次第だよね。まあ今日はとりあえず、練習なんか参加しようかなと。はいはいはい。やるだけのことやって今日帰りますけど、まあそんだけ。いい？時間ないから。ごめんね。ありがとうございました。今回は、学分祭で、試合に出場される OB のカズさんにインタビューをしてみたいと思います。カズさん、よろしくお願いします。はい、よろしく。今回の学分祭で、対戦するであろう、因縁のあるヒグモン選手についてちょっと一言もらいたいんですけど。そうだね、まあ、ヒグモンはね、まあ10年以上ね付き合うけど、やっぱ永遠のライバルですね。まあ今回の学分祭、まあ、対戦カード多分相手ヒグモン入ってくると思うけどね、まあ、その辺はヒグモンをね、本当もう一発で仕留めてやる。あ、お疲れ。まあそんな感じでね、ヒグモン。あ、でもこの間お金貸したんだ。あ、ごめんごめんごめん。まあまあそんな感じでね、ヒグモンをね、本当もう一発で仕留めてやりますから。まあそういうことですね。はい、なるほどですね。そういうことみたいですね。はい、以上カズさんの、インタビューでした。